大奥、西野七瀬&小関裕太が、キス、約50秒の禁断ラブシーンに、反響、思わず、見とれてた、息を呑む美しさ。女優の小芝風花が主演を務めるフジテレビ系、木曜劇場、大奥、毎週木曜夜10時の第6話が、22日に放送された。西野七瀬と小関裕太のキスシーンに反響が寄せられている。ネタバレあり。小芝風花主演、大奥。本作は様々な人間の思惑、嫉妬、憎悪、悲哀が渦巻く女の社会の縮図イコール大奥で、たった一つの愛を得ようともがく女たちの戦いを描いていく。西野七瀬&小関裕太。キス。第10代将軍、徳川家春、亀梨和也の正妻となり、大奥に入った公家の姫、五十宮、智子、小芝。側室、お千穂、森川葵が家春の子を身ごもる一方、子を望むも一向に、妊娠の気配がないことに、不安やお千穂への嫉妬を募らせ、苦しんでいた。そんな、智子の付き人、おしな、西野は、智子のために、いつもの蔵で食事について大奥料理役人、葉山貞之助、小関にこっそり愛相談していた。二人は、並んで腰をかけると、これまで智子に仕えることだけを考えて生きてきたため、子を持つことの良さがあまり理解できないとこぼしたおしな。すると、貞之助から、もう少しご自分の幸せを願ってみても良いのかも、知れませんねという温かな言葉をもらい、優しく抱きしめられると、このひとときが一番幸せにございますと笑顔に。そして、二人は口づけを交わした。ハグからキスという約50秒にわたるラブシーンに、ネット上では、ついに二人がびっくりして声出た、思わず見とれてた、息を呑む美しさと反響が続々。しかし、実はこの様子は、多くの人間に見られており、禁断の愛どうなるんだ？おしながピンチ。展開が気になるといった声も上がっている。